西インド諸島大学は、西インド諸島の英語を公用語とする17の国と、地域が、自治、運営する大学である。本学を、自治、運営する17の国と地域の構成は、イギリス連邦の一員、または、イギリスの海外巡州である、アンギラ、アンティングアバーブルダ、バハマ、バルバドス、ベリーズ、バミューダ諸島、イギリス領、バージン諸島、ケーマン諸島、 ドミニカ国、グレナダ、ジャマイカ、モントセラと、セントクリストファーネービス、セントルシア、セントビンセントグレナディーン、トリニダード・トバゴ、タークス・カイコス諸島である。本学は、ジャマイカのモナ、トリニダード・トバゴのセント・オーガスティン、バルバドスのケーブ・ヒルの3つのキャンパスがある。さらに、トリニダード・トバゴのマウント・ホープとジャマイカのモンテゴ、米には、副キャンパスが、バハマのナスソーには、 ホテル、観光学部がある。さらに生涯学習分校が、その他13の国と地域にあり、住み込みの講師が配置されている。各々の,の,のキャンパスには共通の学部として法学部、教育学部、社会科学部がある。また、モナコとケーブヒル校には、医学部、純粋、応用科学部が、セントオーガスティン校には、自然科学部と農学部、医学部、工学部,工学部が設置されている。 また、2009年現在の在学者数は約3万6000人である。セント・オーガスティン校の庭に咲くチャコニアの花2009年、セント・オーガスティン校で行われた、ウィースプラッシュにおけるデストラガルシア公演の様子本学の前身は1948年、西インド諸島地域において、経済と文化の可能性を開くことを目標に、ロンドン大学の海外独立法人として、 ジャマイカのモナに設立された西インド諸島、ユニバーシティカレッジである。また、戦闘オーガスティン校の前身は1960年に設立されたインペリアルカレッジオブトロピカルアグリカルチャーである。ケーブヒル校も1963年に設立されたイークタの文校がその前身である。1950年、本学は西インド諸島大学と名前を変え、アリス・オブ・オールバに、 アスローン伯爵夫人が初代総長に就任した。また、黒人初のノーベル経済学賞受賞者であるセントルシア出身の開発経済学者アーサー・ルイスは、1958年から1960年のアイダ・ユージウィーの総長を、1960年から1963年のアイダは本学の副総長を務めた。1962年に本学は ロンドン大学との提携関係から完全に独立した。ルイスの後を継いで1963年からはフィリップ・シャーロックが1969年から1974年まではロイ・マーシャルが副総長を務めた。1974年からはアストン・ザカリア・プレストンが副総長を務めたが、1986年7月24日、職務中に休止してしまった。 1988年からの副総長はアリスター・マッキンタヤであった。マッキンタヤは1998年に名誉退職した。1998年から2004年はレックス・ネトル・フォードが務めた。2009年現在の副総長はナイジェル・ハリスである。2009年には中華人民共和国の習近平副主席がモナコを訪問し、同行に、 孔子学院が併設されることが決定した。本学は合計8名の首相、大統領経験者を輩出しているほか、様々な分野に人材を輩出している。ありがとうございます。